ええー、じゃないか、ええー、じゃないか。聞いたことあんな。聞こえてきたな。ん？ん？聞こえてきたな。ん？どこ？どこ？えらいゆっくり歩いたな。おった。ずれてんだよな、先頭のやつ。先頭のやつに合わせたれや。あれは、ええじゃないかだな。また何か被害が出たら、まずい、行ってみるか。よくじ、よくないじゃないか。ああ、行ってみっか。あれ、おらんくなってる。お。ええじゃないか、ええじゃないか。すごい熱気だな。ん？おばあちゃん。どうした？大丈夫か？すみません。あの集団に突き飛ばされてしまって何してんねん。よくないねん。いたたたたた。お年寄りに怪我をさせて、これでええじゃないかで済ませるわけにはいかんな。うまいこと言うな。おい、お前ら。全然答えてくれへん。ああ、なんだよ、柄悪いな。もう、クラブってこういうこと。騒ぐのもいいが、人に迷惑かけるようなことはやめろ。まあ、あれは騒ぐ場所でやってるから別に違うか。ハロウィンやな。お年寄りに怪我をさせてしまっているぞ。なんだこいつ、せっかく流行りの絵じゃないかってやつで楽しんでる。お前よう知らんのかい。 やはりこいつらただの流行りでやってるだけか。その割には太鼓叩いてきてる。民主運動も、何これ、計画化したもんだな。計画化でやってんのよ、読み方。わからん。袋？俺たちを怒らして、ええじゃないかじゃすまねえぜ。もう腹立つわ。全員なんでちょっとかけて言うね。俺は流行りを追うだけのバカとは違う。そんなことを言わないさ。てめえ、おい、こいつやっちまうぞ、お前。振って低いね。腹立つわ。ああ、どうしようかな。まあ、銃で行こうか。もうさあ、おい、あ、もう早く死んでくれ。オッケー。2つ。あ、終わり終わり。はいはい、うん、カットや。どうせこんな戦闘。あ、思い知ったか。なんて強さだ。うん、まだやるか。いえいえ、俺たちが悪かったです。これはお詫びです。勘弁してください。何くれんの？酒染めの布をもらった。なんかドリフターズみたいな、こう見ると。昔の。すいませんでした。ドリフターズやったらかっこええけどさ。違うからな。ありがとうございました、お侍さん。おばあちゃん、大丈夫かい？いや、気にするな。しかし、ええじゃないかというのも困ったものだな。でも気持ちはわからないことでもないけどね。どういうこと？今は動乱真っ只中、落ち着かない時代だもんね。まあまあ、この時代はな、確かにな。それはあるかもしれん。きっとみんな不安なんだよ。私も不安だしね。この後日本はどうなっているくのかも。まあそうやな、今も不安やしな、コロナ禍で。それと似たようなことか。まあでもこっちは、まあ、いつ死ぬかわからんでも一緒か。まあでもあなたみたいなお侍さんがいてくれれば安心かもしれんね。ふう、買いかぶりすぎだ。だから確かにそうだな、こういう騒ぎが起きているということは世の中が不安定で、民衆が苦しんでいる証拠だ。一概に否定しているだけではいかんな。なんか学びを得たね、坂本さん。おー、じゃあ引き続き探すか。あ、犬、吠える犬、ワンワンワン。なんだこの犬は、すごい勢いで吠えられているな。何？おい、かわいいけど。おい、えらい吠えられるな。うるさいぞ、おとなしくしろ。全然せえへん。
吠え続ける犬。何あなた、その犬を静かにさせようとしてるの。無駄よ無駄。その犬って言えば昼でも夜でもお構いなしに吠え続けるんだから、すごいな体力。そうか、それは大変だな。そうなのよ、その犬、野良犬のくせにここに着いちゃってずっと、吠えるでしょ、迷惑してたのよね。でもそれももうしばらくしたら辛抱なんだけど、どういうこと？どういうことだ？今度ご近所さんと一緒にこの犬処分することにしてる。そんな危機として喋るの。処分？殺すってことか。誰か買ってあげられへんのか。そうよ、まあしょうがないわよ。私たちこの犬のせいでずっと寝不足なんだもの。まあな、口なんか縛るとかじゃあかんの。それもかわいそうやけどさ、マジ殺すよりか、あんまりこの犬にちょっかいかけないでね、うるさいから。それじゃあどうする？おいお前、めっちゃ泣くな。このまま吠えてばかりいると殺されちゃう。えげつない話やな、そう思ったら。明治怖っ。お前はそれでもいいのか？当たり前だが、言っても聞いてくれなさそうにないな。くれそうにないなんか、こうやって物理的に口を塞ぐしかないか。こうな長い間犬王の口を塞げるものがあればいいんだが。試しに骨でも加えさせておくか。骨あったよな、確か持ってたよな。ちょうど持っていることだし、やってみようか、骨。骨、加えさせてみる。この犬このまま吠え続ける、骨をやろう。おい、こいつが何だか分かるか。ほんまに骨、でかー骨。思ったよりでかい、何の骨やこれ。よこせと言ってるのか。一応意思疎通は測れんねんな、よし、こいつを加えさせてやるから少しは静かにするんだぞ。骨をやった。シュール。はい、静かになったな。骨で、顎疲れそうやな、それ。まさか骨一つでこんなに静かになるとはな。しゃべるんかい。おー、よかったよかった。絆芽生えるね。楽内、さあ楽内来たけど、まあどうせ福引き券やろ。どうせって言っちゃってるけど、使ってへんわ福引き券。楽内もなんかあるかな、サブストーリー。あ、またええじゃないか。ほう、めっちゃ無言でやってたけど、ん、またええじゃないか。連続ええじゃないか。楽内に来たけどさ、これでじゃあええじゃないか。最高な、ええじゃないか、ええじゃないか。あれはまたええじゃないかか。まだ便乗して暴れ待ってるやつじゃねえだろうかな。ねえだろうな。なんとかしなくてはもう決めてるやん。苦しみを踊りに乗せて。またや。もう喧嘩に明け暮れてたけど、さっきめっちゃ無言で打ってた。さあこいつらか。ええじゃないか、ええじゃないか。おいお前ら、あれでもなんか柄悪くなさそうやけどな。お、あいつ出てきたぞ。ん、ん、何、なんやうるさいの、愚民どもが。何をやっとるんじゃ。もうあんたの支配にはうんぞりだ。うちの地域だけなんでこんなに接収されなきゃいけないんだ。そうよ、私たちから金を奪って幕府に内緒で私腹を肥やして、私たち生活できなくて死んじゃうじゃない。マジのやつやん。マジええじゃないかやん。よくないじゃないかやん。じゃあもう、うっふ、なら死ねばいいだろ。やば、悪大感怖。なんですって。ここはわしが任されている地区だ。わしの言うこと聞けないなら用はないわ。死んで。胸くそある。何が死んで構わん。
もういい、それならここから出て行ってやる。そしてお前の悪事を幕府に告げ口してやるからな。ふん、果たしてそんなことができるかな。おい、おお、やば、おお、ひひー、こっからここの地域から逃げる者、告げ口する者、そんなやつらわしらが生かしておくわけないだろう。クソ野郎やな、ほんまに。お前らここからも一生わしに貢ぐのだ。そんなガハハ、ええじゃないか、かなんだか知らんが、そんな運動したところで無駄なんだよ、愚民どもが。もうクソ野郎やな、マジで。お前らは一生見つけばええじゃないか、なんてな。もうだから、このサブストーリーなんでみんなうまいこと言おうとすんの。ガハハハ、話は聞かせてもらったぜ。ん、なんじゃお主は。あんたがろくでもねえ、あんたろくでもねえ野郎だな。権力を悪用して民衆を苦しめて、放っておけねえな。いい、もう世直しやん、ただのただの世直ししてるこの人。うん、それはこちらも同じだ。それを知られてしまったからには、わしも貴様を放っておけん。おい、お前ら、こいつら休み。だから物騒やねんて。おい、お前どっか行くんかい。やる？やるの？やめといた方がいいと思うけど、銃持ってるし。とりあえず離れるわ。さあ。いやー、単純つ、いや、痛い！回り込まれた。腹立つわ、お前。特に銃の時、喋ることがない。特にテンションの上がることでもないし。まあまあ。どうすんの？お、いいね。なんかできひんかな。なんか壁的なんであかんか。じゃあもうこれで終わりで。殺したなこの人。うん、ありがとうございます。いや、剣使ってなかったやん。まがまがしいな、その剣ほんま。いや、もう普段から溢れててそうやけど、そのほら。なんか言って。さて、次はお前の番だな。ひえー。もう、まあまあ、ここはわかるわ、もう読めたわ。うぐ、なんだこいつ、気絶し。すごいな、桐生さん。たまに桐生さんって言っちゃうの俺よくないわ。ブレるって、坂本さん。ありがとうございました。本当に効果あった。すごい、やっぱりあの踊りはすごいんだ。いや、踊りあんま関係ないぞ。効果、はい、ええじゃないかですよ。ええじゃないかは、踊れば世直しができるという噂を聞いて我々は踊っていたんです。そうしたら結果的に悪代官を倒して世直しをすることができました。ええじゃないかって本当に効果があったんですね。いやもう坂本さんだがや。坂本さんだや。だがってないやろ俺。ええじゃないかのおかげかどうかは分からんが、とにかく生活が改善されたのならよかったな。一言。はい、本当にありがとうございました。これはお礼です。真面目にええじゃないか運動してる人もおるってことか。平常心の手拭いをもらった。しかし、ええじゃないかをやってる連中はみんな遊び半分だと思っていたが、あんたたちみたいに純粋に運動しているやつらもいたんだな。どうやら誤解していたようだ。はい、踊っている理由はそれぞれあるかと思いますが、俺たちは世の中が良くなるという思いを超えて踊っています。さあ、景気づけにもう一度踊ろうか。ええじゃないか、ええじゃないか。だからずれてんだよな。ふ、その願い届くといいな。さあ、お侍さんもぜひ、あれ、踊る？久々に。え？俺もか？はい、ぜひ、踊ってみると楽しいものですよ。世の中が良くなるように。お侍さん、ご協力をお願いします。むー、だが。いや、もう踊っててん。勝手に踊っていってん。いいから、はい、こちらへ。うむ。
ええー、じゃないか。踊ってる。ずれてるよ、キリエさん。キリエさん、ずれてるよ。お侍さん、もっと元気よく。ぬ、ええー、じゃないか。ええー、じゃないか。そう、その調子ですよ。ええー、じゃないか。ええー、じゃないか。シュールやな。ほう、引きで終わっていく。うん、ドローンで撮ってんのかな。まあまあまあ、よかったね。これでええじゃないか関係終わりかな。まあ、ええじゃないかも終わったし、あと1個ぐらいサブストーリーやって終わろうか。あるかな、サブストーリーは。お、テレコヤの先生、困ったことになった。せっかくの、死の品なのにさっぱり味方がわからん。どうしたじいさん、何の味方かわからないね。もう突っ込むね、首を。首っていうかもう顔突っ込むね、ほんま。え、いや、実は地球儀の味方なのです。地球儀。地球儀。わしは寺子屋を開いているものです。それが先日、子供たちの親御さんが金を出し合って地球儀を寄付してくれましたね。うん、ぜひこの世界のことを地球儀に解説して子供たちの見聞を広げてやってほしいと。ああ、なるほど。そんなカンパもされんねんな。地球儀か。そういや、俺も昔、おやすさんに見せてもらったことがあったの。ああ、もう。キリュウさんが子供の時からあったんや。ではあなた、地球儀の見方が分かるということで。いや、まあ見たことある程度のもんだが。いや、それでもわしよりはよほどいい。飛脚、どうしたん。あ、怖い人おると思って逃げたんか。わしなど地球儀を見るのも初めてで。地球儀が解説なんて私はとても文字の読み書きならなんとかなりますが全く困ってしまって、まあね、この時代はそうか、だって素直に、まあまあ、だったら素直にそう言えばいいだろう、それができれば苦労せんよ。地球儀はどれだけ高いものか知ってますか。そんな高いんや、まあ、どんぐらいすんのやろ、親御さんたちに 無邪気にわしが何でも知ってる物知り老人と決めつけています。わしが一言全然わからんと言ったらその瞬間、強引の地球儀がゴミンとかつんじゃう。まあでもあるだけでええやん。でも自分らで考えるっていうのはいいんちゃう。地球儀置いといて。なるほど、そういうことか。正直、適当に知ったかぶりっこしてデタラメを解説してしまうかとも考えました。ですが、このフグ、何フグモの時代、風雲の時代、なんて読むやろこれ。風雲か。風雲の時代、風雲だったな。近い将来、異国と戦争さえ起こりかねんのに、子供にデタラメを教えていいもん。そうやな。それは確かに。戦争は正確な地理情報は必須です。デタラメな知識など、戦争に臨んでは子供たちに無駄に命を落としかねない。確かに。いいこと言う。一体私は何どうしたらいいんでしょう。そこまで子供のことを思うなら、やはり正直に言えばいいんじゃないか。地球儀がゴミになろうが、デタラメ吹き込むよりはマシだろう、確かに。それでは、いや、それでは、わしは赤っ端も、それはええがな。恥かいて生きていこうよ、先生。下手すると、生徒がみんないなくなってしまう。それは困るな、生活に関わるからな。書いていい恥とあかん恥はあるな、確かに。結局、自分が見栄張りたいだけじゃねえか。いや、でも生活もかかってるから、坂本さん。ではあなたが地球儀を解説できますな、どうか力を貸してもらえんでしょうか。寺子屋ので俺が地球儀を解説するってことか。またおったな、飛脚。ああ、ちょっと待って、喉がもうカラカラや。簡単なことでいいんです。今日本に迫っている大きなに、主な異国の位置とかだけでもご存知なら、なんとか様になるから。まあね、お願いし、いけかな、不安しかないぞ。これからうちの寺子屋に来ていただけませんか。でも引き受けるか。分かった、いいだろう。ありがとうございます。さて、それでは早速こちらで世界を知る男。もうでかいな、タイトルが。引退したプロサッカー選手のなんか見出しみたいな。サッカーニュースとかでの世界を知る男みたいなやつ。ようかけども
なんかシュールやったな。今日はこれから地球儀について共に学んでいこうと思う。君らのエゴさんからいただいたこの地球儀でな。先生、その前にもう3人かい生徒。真ん中頭良さそうやな。右女の子かこれ。その前に失礼ながらそちらの方はどなたです？名跡な子供。うむ、紹介しよう。こちらはわしの弟子で、今日は特別に受賞をた、頼んでおる。弟子？そこの見えはいらんやろ、じじい。いや、その、弟子ということでよろしかったな。仕方ねえ。じいさんの顔を立ててやるか。俺はこちらの先生の弟子で斎藤はじめだ。よろしく。よろしく。なるほど。それでは今日は斎藤先生が地球儀を返す。ご解説くださるということですが、なんか鼻につくな、このガキ。なんでやろ。そうですか、よろしくお願いします。ではお手並み拝見といきますか。なんか鼻につくな。これお手並み拝見とはなんだ。目上の者に向かって失礼な口を聞くんじゃない。すいません先生。ですが我々先生に我々以外の、お弟子さんいるなんて今まで聞いたことなかったですからね。言う機会がなかっただけだ。くだらんことを言うでない。全然上回られてなくない。随分勘のいいガキだな。まあ、勘の良さ、いやもう勘のいいガキ嫌いそうなメガネしてたけど。ごまかしは通用しなさそうだ。な、ほんまに。いい先生、いいから先生、早く地球儀のことを教えてよ。いや、そうですね。では、我々の方から質問させていただいてよろしいでしょうか。うむ、何でも答えてやろう。よろしいな、斉藤くん。何でもって言いやがった、こいつ。ハードル上げてんな。いいだろう、何でも聞くといい。受けて立つ。ふふ、期待してますよ、斉藤先生。おい。おい、お前、将来キメラとか作んなよ。ほんまに怒るからな。それじゃあさ、先生。まずここって何？うん、なるほど。この程度の質問なら大丈夫そうだな。やはり、相手は子供ってことか。ねえ、先生、ここって何て言う国？うん。分かった、教えてやる。この小さい島国が日本だ、うん、日本だ。世界の中では見るとこんなに小さい。俺たち日本人は全員この中に収まっているってわけだ。なんとこんな小さい島が、信州、日本だと。信州って言ってた。先生ご存知なかったんですか。ん、いや、そういうわけではないぞ。お前らの、驚き方の手本を見せて。苦しいって言い訳。なるほど。ではそういうことにしておきましょう。おい。それより斉藤先生はさすがですね。地球儀を見たことあるぐらいあるようだ。ふう、この先が楽しみだよ。腹立つな、こいつ。ほんまに。うむ、さすがだ、斉藤くん。わしが教えたことをよう覚えてる。ああ、先生のおかげだ。バレてそう、このガキに。この子供に。ガキって言うなってな。さすがに今のは簡単すぎるでしょう。こいつ知ってる可能性あるな。そこで一つ提案なのですが、この授業最後まで正しい知識をいただけたなら、私の父がこの寺子屋の感謝の気持ちとしてぜひ改めて寄付したいと申しておりました。嘘。なんと。てか、なんでそん、おかしない。なんで。ただもし間違った解説をいただくようなら、即座に今日の寺子屋を終了していただきます。無駄な時間を過ごしてたくありませんから。おー、なんかプレッシャーかけてくんな。その点を踏まえた上で我々の質問にお答えいただけますか、斉藤先生。まあ問題ない。もともと寄付うんぬんなくともこの寺子屋では正しい知識しか教えとらんしの。その当然のことの感謝の気持ちなら、寄付も遠慮することをかえって失礼にあたる。そうだろ、斉藤君。寄付欲しそう、こいつ。さあな。いや、そうなんだって。必死か、お前。心配するな。寄付を受け取るのはわしと君なんだ。だから、今後も気合い入れて頼むよ。わかった。任せておけ。それでは、引き続きお願いしますよ、先生方。おみつか、よしよし。うん。そう、日本の近くのね、この国ね。中国とかか。4000、ああ、中国ね。
で先生ここって何て言う気分に、あなるほど、うん、これで子供らに答えていくん、しあそっかシーンやったな今は。キングダムよりはだいぶ後やんなキングダムもっと前やもんな時代的には全然前よな。秦国だ。江戸幕府の始まりの同じ頃から秦王朝っていうのがそこに支配支配してる。うん。お見事ですよ。こいつ知ってんじゃん。ほんまに全部。眠れる獅子と言われる秦国ですが、近年英国など異国に侵略されているとか、日本にとって対岸の火事ではありません。その通りじゃ。欧米列強は日本を植民地にしようとしておる、なので江戸幕府も弱腰でけしからん、うん、なるほどね。金の獅子の話な。ごめん読むん疲れてきた先生その話は長くなります。地球儀の授業をつけ続けてください。よろしいですか斉藤先生。いいよ、うん、はい。うん、次は最後の質問です。うん。うん。なんでお前にその権限があんの？お前には権限ないんか、父か。寄付の件、嘘じゃないやろな。何？斉藤先生、この地球儀というものは世界全体を表しています。そして、先ほど日本を見た通り、今まで私たちが思ってた以上に日本は小さく世界を広い。しかし、その世界をすごい勢いで支配下に置いている国があります。それが日本と同じ島国、英国です。その英国の場所を俺たち、私たちにご教授願います。はい、うん、なるほどね。英国のイギリスの国か。あこれ1じゃなかったっけ。イギリスって確か1よな。あのちっちゃいところな。ちょっと待って、2は日本で3がない。あれ北欧やもんな。1か4は北欧やもんな。1じゃん。英国はこの国だ。本当にそれで構いますしね。いや、あら、うん、言ってくれんねや。オランダなんや。あ、そうや、島国っつってたな。うん、あ、そうや、じゃあ4や。ごめん4や。でも優しいなあの子。英国はこの国な。え、お、大丈夫なのか斉藤君。寄付があるかないか君にかか、いやでも一回がっつり間違えたからもう怖いもんないよ。分かっている、大丈夫だ、任せたとき。普通に間違えて、俺オランダあんなとこあんねや。チリ弱いわ。なるほど、自信が悪いのようだ身のもんだかお前ファイナルアンサーちゃうねん長いの。参りました斉藤先生、ま、お見事先。この子いい子じゃないか、もしかして。斉藤先生のお差しになった場所こそ英語って全部知ってたんか。おお、やったぞ斉藤君、実にお見事。斉藤先生、これまでの名前なく生意気な口を聞いたご無礼をどうかお許しください。あれ急に、ん、勘のいいガキ、いいやつやったんか。失礼ながら私は先生方を試させていただきました。どういうことだ。私は日本というこの国が今どうなっているのか正確なことが知りたいのです。ですが大人たちには幕府と勤王の2つで分かれ、そのどちらの言い分が正しいのか子供の私たちはお前しっかりしすぎやろ、何歳やねん人種2周目か。せめて世界中でこの日本がどこにあるかくらいは知っている方に、私は教えを請いたい、そう思って地球儀を持ち込んだので。ああ、うん、君が持ち込んだのか。なんとそういうことじゃったか。この寺子では正しい知識は身につく、今私はそう思うことができました。改めてそう思うことができました。先生方これからもご指導よろしくお願いします。おじいちゃん大丈夫かおお、全く、なんということじゃ。まあよかったんじゃない。斉藤君、わしはとんでもない過ちを犯すところじゃった。つまらん見栄を張りたいがために。え、どういうことですか。うむ、子供たちよ、頭を下げるべきはわしの方なんじゃ。あ、言うんや、ちゃんとしてる。ここにいる斉藤君は確かに地球儀を理解してる。じゃがわしはこの地球儀をまるで理解しておらんのじゃ。ですが先生、こちらの斉藤先生は弟子にしていただらしい
してらしたのでは、うん、告発タイム。いや、さっき偶然知り合ったばかりの人じゃ、地球儀を知っているということで、今回限りの約束で来てもらった。うん、そうやな。ああ、まあ、白状するのはいいことじゃ。すまなかった、子供たちを。わしは、とか、口疲れた。実況中に言うことじゃないけど、わしは恥知らずにも、吸盤に助っ人を呼んでインチキしたんじゃ。そうだったんですか。本当にすまなかったね。そしてこれでお別れということになるかな。わしに諸君を教える資格はない。いや先生、いえ先生、私の方こそ逆に知識を至上のものと決めかかりできすぎやろこいつ。何そういう事情なら私はこの場で黙ってやり過ごすこともできたはずです。なのに正直全てを打ち上げてくださった。怖いなこの子。学ぶということは知識を集め込むだけじゃない。私の父がそう言ってたのを今思い出しました。人としてどうあるべきか。それこそ先達が次の世代に教えるべき最も大事なことだ。なるほど。まあまあ、それはあるな。確かに人としてどうあるかっていうのは。先生、私はもっと先生からその正直さを待って。君結構正直よ。大丈夫やと思うで。そしてどう生きるべきか、先生を、範としたい。お前はこんな場所をまだ先生と呼んでくれるのか。いい話やな。先生いい話やな。まあ、学ぶってことが何が大事か、知識だけじゃないってことやな。知識も大事やけど、何をきれいにまとめようとしてんの俺。よかったな先生。子供たちはこれ以上ないほど慕われている。知識だけじゃ、人はああもう集まりやしない。いや、わずかしいところをお見せした。わしもまた一から出直しです。この年になってもまだ学ぶことが多いもんですな。まあな。いやいやいや、でも人生一生学びよ。知らんけど。子供たちと共に学び続けていきたいと思います。この粗末な、寺小屋で。だが例の寄付は約束通りもらえるんだろう。やっぱ寄付は欲しかったよ龍馬さん。ふう、やっぱり覚えていましたか。あなたへの負け前はごまかそうと思ったんですか。よく言うぜ、あんたはそんな人間じゃねえ。正直だけが正義し、それは そこもっと行くとこあるかもしれんや。正直さだけが売りの先生だろうに。ははは、買いかぶりですよそれは。ですが覚えていたの以上お礼をしなければの。さあこれを受け取ってくだされ。ん、南蛮渡来の半物をもらった。金じゃないんかい。先生ありがとうございました。先の短い場所ですが、この後は一生忘れません。ああ、達者でな先生。終わったかな。疲れた。最後地球儀を映す世界を知る男。まあまあまあ、いいサブストーリーやったね。